キャンセル待ちも70万人ぐらい。すごいな。大体のお客さんは10分ぐらいで早いな。眠る方が多くて。お、선배님들안녕하세요東京사는남자두사람고구마입니다유는先輩たちもこんにちは고구마です。네오늘은긴자에나와있는데요여기에제가예전부터가보고싶었던마사지집이있거든요근데이가게가 2, 3년전에는워낙인기가많고예약하기힘들어가지고계속예약을못했던곳이에요진짜말도안되게그당시에는예약대기자만60만명이었던그마사지가게거든요지금도예약하기가힘든가게이긴한데드디어제가예약을잡았어요여기가근데왜유명해졌냐면그어떤사람도그헤드마사지를하면은잠을들게끔해준대요그래서굉장히유명해진가게거든요2, 3년전에는 TV 에도굉장히많이나오고유튜버들도굉장히많이와서찍었던곳이에요그래서이제말도안되게60만명이어떻게예약을대기를할수가있는지말이안되잖아60만명이면그래서저도그때부터계속가보고싶었던가게이긴해요근데왜가고싶었냐면제가잠을잘때도깊게안들고자고에일어나서도몸이계속좀찌뿌둥한뭐그런상태가요근래한3년 4년정도계속지속이되고있거든요그래서잠을제대로잔지가너무옛날이야네그마사지해주시는선생님들을일본말로고토한도라그래가지고신의손이라고부르거든요도대체얼마큼기술이대단하길래별명이신의손이야그래서저도오늘신의손선생님한테부탁해가지고헤드마사지를좀받아볼까해요네언제나했죠선배님들네잘따라오세요솔직히제가전신마사지는한달에한두번많이가면세번정도받거든요근데전신마사지가조금저는저렴한데가가지고한시간에보통한4,000엔정도한국돈으로치면뭐대략뭐4만원에서35,000원정도가게에뭐자주가요근데헤드마사지는이전신마사지보다도뭔가기술이많이필요한지항상그전신마사지보다이헤드마사지가더비싸더라고요예를들어갖고만약에전신마사지가4,000엔정도면은헤드마사지는최소6,000엔부터시작좀제대로하는데는8,000원정도하거든요오늘가는것도일반헤드마사지집보다는좀비싼편이거든요뭐근데비싼만큼제대로해주겠죠솔직히저도헤드마사지제대로받는거는지금처음이라어떤식으로해줄지많이궁금합니다네선배님들긴자입니다긴자오하늘이약간예쁘네핑크빛살짝도는게오늘갈가게는이건물안에있어요여기네네10층오늘가는가게가여기거든요고쿠노키모치오뭐야이거오분위기쪼는데허대박이네분위기네참고로저는예약을7시에했거든요아직15분전이라좀기다려보도록하죠아すいません予約していた고구마です아すいませんよろしくお願いしますはいでは早速あご案内させていただきたいと思います、はい、すごいですね銀座店が死後の世界っていうのをテーマにしているので、はいはい死後の世界をテーマにしているのでちょっと大仏さんがいらっしゃったりとかしているんです、はいはい、もうちょっとお休みの方いらっしゃるので、はい、すごいすごいですねすごいな、はい、すごいですねいやー、すげーねこちらで施術してきます。はい、すいません、失礼します。ブランケットかけて大丈夫ですか。あ、はい。全身マッサージとか揉みほぐしは月2、3ぐらいは行くんですよ。結構行きますね。ヘッドマッサージは初めてなんです。めっちゃ緊張ですね。緊張しますね。はい、ぜひリラックスして過ごしてくださいね。はい4年前からかな、はい、あんまり深い眠りが全然できなくてあそうなんですか、はい、2、3年前からここちょっと予約したいなと思ってたんですけどなかなか予約取れなくてありがたいことに、はい、3ヶ月ぐらいは満席になって、うん
キャンセル待ちも70万人ぐらい。すごいな。僕は 2,3 年前に見た時60万人待ちって出てたんですけど、はい、今も70万人ですかね。はい、今70万人まで増えました。やばいな。強すぎたりとか大丈夫ですか？はい、結構頭皮が張ってますね。在宅でいつもなんかパソコン家で触ったりするので、多分在宅になってから結構頭が硬いっていうか、重いっていうか。頭を使ったりとかする方は結構カチカチになりやすいです。張ったりとか、あと睡眠とかでなかなか取れてないなっていう方とかも、こういう頭皮になる方は多いので、今日施術でしっかりほぐしてふわふわの頭にしてきますね。はい、マッサージ入って早い人は結構すぐ寝ちゃったりする人っているんですか？大体のお客さんは10分ぐらいで早い眠る方が多くて、はい、大体10分ぐらいで皆さん寝られます。僕は今日粘ります。わかりました。ちょっとすぐ寝ちゃうと取れないので、できるだけ頑張ります。はい、それでもちょっとしっかり寝せていきたいと思います。さすが。じゃあそろそろ、はい、もう本気ですか？やっていきましょうか。はい、じゃあタオルかけますね。はい、ありがとうございました。タオル取りますね。結構今多分頭皮柔らかくなってると思うので、よかったら、結構しっかりほぐしていきました。ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。네 선배님들, 받고 나왔어요. 잠을 안 자려고 그랬는데 조금 잠들어 버렸어. 이런, 아이씨, 끝까지 버틸라 그랬는데. 처음 느낀 거는 일반 마사지랑 조금 많이 다르거든요. 일반 마사지는 좀 받으면 뭔가 굉장히 시원하다는 느낌이 있잖아요. 근데 여기 헤드 마사지는 천천히 이게 눌러준다는 그런 마사지에 가깝다고 해야 될까? 확실하게 이야기할 수 있는 거는 시원한 느낌의 마사지는 아니에요. 그래서 약간 그런 시원한 마사지를 기대하고 오시면은 호불호가 조금 갈리실 것 같아. 근데 처음에는 이렇게 지그시 지그시 눌러가지고 이거 잠이 오겠나 싶었거든요. 근데 확실히 같은 템포로 지그시 계속 누르니까 20분 뒤에는 이 머리에 피가 올라가는 게 확실히 느껴져. 처음에는 약간 걱정했거든요. 이래갖고 이거 이제 잠이 들겠나 싶었는데, 확실히 20분 정도 같은 동작을 계속 하니까 이 머리에 피가 올라가서인지 몰라도
잠이 오더라 선배님들. 근데 중간에 또 깨긴 깼어요. 약간 제가 좀 예민한 것 같아 성격이. 근데 확실히 받고 나서 느낀 거는 받을 때보다는 받고 나서가 확실히 이 머리에 피가 돈다고 해야 될까? 제가 아무래도 재택근무를 하고 머리를 많이 쓰다 보니까 평상시에 머리가 굉장히 피곤하거든요. 무겁고 그리고 뭔가 머리에 이 피가 안 도는 느낌이 항상 있었는데 받고 나오니까 그래도 머리에 좀 피가 도는 느낌이 난다. 그리고 선생님이 이야기를 하시는데 이 받고 나서 이 당일날 집에 가서 자면은 잠이 굉장히 잘 온대요. 그래도 오늘 좀 집에 가서 잘 때 기대를 해도 되지 않을까 싶습니다. 근데 대박인 게 60만 명에서 어떻게 70만 명 예약자 대기를 하냐. 대박이네. 근데 3개월 동안 지금 예약이 다 꽉차가지고 예약하기는 조금 많이 힘드실 것 같은데 혹시라도 관심 있으신 선배님들은 참고하세요.